ます。必殺技が出ちゃった。東京カレンダーあ、もちろんめちゃめちゃ嬉しかったです、やっぱ表紙っていうのはすごい嬉しいですね、やっぱり。あ、メンバーには言いました。でもなんか最近個人の雑誌の仕事が僕結構あって、え、またみたいな。お疲れ様です。お願いします。先これから行くとバーのシーンなんで、イメージだともうちょっとシャープな感じのスーツが着られてるイメージあります。プ、はいはい、ロとか、まあ、あのちょっと夜のやつとか、ね、そうですね、こっち系かなっていう、今回そのなんかイメージをちょっとこう払拭したくて、はい、こういうのが楽しいですよね、雑誌って。そうですね、着れない服を着させていただける、はい、これフォーマルな格好することあんまないんで新鮮ですよ。96万円96万円セットアップだけで、うぅ、転べないじゃん。いいですね。さあ、自分がかっこよすぎて失神しないように気をつけながら撮影していきたいと思います。いきます。もう、まあ、じゃあ意識入れていただきます。体勢の指示はありますか。はい、こっちからが多いです。もう神的に、あー、でもこっちは強すぎるんで、あ、本当ですか、はい、最強、最強の表紙になっちゃうから、はい、初めてです。初めてですか。人生の最強です。こっちの顔が強いですね。強いですね。じゃあ、かっこいい。顔違うんですよ。こっちの顔の感じで、お酒持ってる。美味しいワインに出会ってからはやっぱいろんな飲み比べが楽しくて、最近ちょっとトレーニングしてるんでワインも飲めてないんですけど、誕生日プレゼントはボーツアップからワインいただいたりとか、チーズいただいたりとか、さすが、それぐらいワインが好きです。へえ、洋画が結構好きなので、やっぱこういうなんかバーでみたいなシーンあるじゃないですか。はいはい、そういうの憧れたりします。ああ、流し目かっこいいっすね。流し目って何？必殺技出ちゃった。出さないようにしたんですけど。これが流し目。かっこいい。ちょっと考えてやってもわかんないですけど。出ちゃうみたいな。仕事をさせていただいたときに、俳優ってこういう仕事だよみたいなのをこう教えていただいて、それ口が裂けても言えないですね、やりたいなって。プロの方々がどれだけ の気合と執念で、前田さんもこの仕事をやられてるのかっていうのを僕なりに知っているつもりなので、そのままで全部この仕事をやりながらとか、そういう感じで挑戦することはちょっと僕は難しいな。一応こんな感じで、はい、いただきます。何キロくらいですか。肩の時は10ぐらいなんですね。なんで12持ってきたの。12個やばいんですよ。重すぎます。重い。重いの持ってきすぎ。そうだね。ありがとうございます。あはい、はい、行きました。ありがとうございます。ありがとうございます。かっこいい。わかりました。ありがとうございました。
ました。ありがとうございました。ありがとうございました。オーラ。新鮮でしたね。あの普段撮っていただく雑誌は結構ファッション系の雑誌が多いんですけど、まだすごいやっぱ背景とかも含めてやっぱ写真を皆さんで作るっていうのがすごい新鮮な体験になりました。結構背伸びして頑張ったので、大人なね、このドットヤマト見たいよっていう人はぜひ、購入していただけたらなと思います。よろしくお願いします。バイバーイ。